島津軍は耳川の地で九州最大勢力の大友軍を撃破。その実力を九州全土に知らしめた。勢いに乗った島津は北に半島を拡大すると、肥前の領主有馬家は心中していた龍蔵寺家を離れ、島津に吉見を通じる。これを見た肥前の熊龍蔵寺高信は大軍を催し、有馬家を攻めた。島津は有馬晴信の援軍要請を受け、沖田縄手の地へ進軍。状況はまたしても島津劣勢であった。だが島津は諦めない。鬼島津義弘の秘策による熊退治が今始まろうとしていた。九州の将沖田縄手の戦い。大博打参ろうか。連れて行ってくれるんですね。龍蔵寺は3万、島津は3000。勝てる道理がないわ。おじ上、俺も出ます。戦も知らぬガキが足でまとい。足でまといになれば見捨ててください。島津の恥となる死に方はしない。これで俺が死んでも兜は脱げない。敵の将兵も俺の覚悟を認めてくれるはず。言ったはずだ。命を捨てられる戦は一度きり。貴様には将軍や立花を討つという目標があるのだろう。この戦勝つぞ。勝てるはずもない負け戦、覆すのが勝負の醍醐味よ。釣りのぶせ第一陣の布陣にかかる。ただもとの部隊は山手の砦にて待機。追手の砦に取り久の援軍が入れば発動隊。発動隊は砦の敵を持ち、照久を守る。この戦、総大将は家久。食うべきはあるのだ。策に夢中になって忘れるな。沼地だと足が取られる。この戦激戦は必至。今からでも遅くない。次に帰れ。嫌だ。父上の危機を見つけて撤退なんて、それこそ始末の恥だ。何じゃ、変な癖が映るよ。よったわ。鬼が現れれば
かばん。剣魂一滴お相手いたす。敵将身が平らげた。敵将討ち取ったり。夫人、整いました。叔父上、攻めよ。敵地を奪い取るのだ。釣りのぶせにて圧倒的な劣勢を覆す。まずは敵前線を戦場中央の湿地帯に誘い、島津が妙な動きを。念のためよ、山側の砦をダッシュしておけ。湿地帯にはまれば敵の動きは鈍る。そこを山手、海手から包囲殲滅する。山手、海手双方の戦況から目を離す。どちらが崩れても釣りのぶせは鳴る。圧倒的に不利なのに心が踊っている。やっぱり俺も島津の鬼なんだ。鬼が現れるそこは地獄となる。敵の前線は大方通過。次に味方が中央湿地帯に密集しています。これは危険です。こんな臆病者が。島津は少数じゃ。力で押し寄せ、どんどん兵を投入せ。開門。釣りのぶせ第二陣の準備にかかる。戦場中央の味方は引き、敵の突面を誘い出す。敵将、討ち取ったり。強い、島津は強い。父上、龍族の援軍に来たら。この子たち、すでに高信は島津の術中で。龍族氏はやはり戦うべきじゃなかったよ。高信が誘い出されるので時間の問題だね。島津のふぬけめ、全く攻めてこんわ。よし、奴らの死に様、この目で見届ける。殿、お待ちを。戦線が後続している今、本陣を乱れに動かすなど危険です。たく、空気の読めん男じゃわ。ならば増援を送り、さっさと勝負を決めい。敵将、鬼が平らげた。させていただこう。
荷が平らげた。高信を吊る布石を打てと。高影は海手の砦を押さえてくれ。私は話の分かる直重と合流し対策を練る。毛利のジジイめ、直重に仕掛けをばらす気か。敵に策が知れては肝心の高信が釣れん。それに高川の右手の砦を奪われれば、釣りの伏せ自体が発動できない。釣りの伏せ大偉人で何としても高信を釣る。毛利親子を速やかに撃破せよ。苦戦救援行う。足元を救われたか。強い島津、強い。よし頑張れ。やった、毛利の大将元就が目の前に。行くなら全力だ。吉野の追いかけ、元気な若者よ。だが、まっすぐすぎて危険な気がするな。吠えるお嬢ね、捨て鉢に見えて計算高い。そういうところだけは見習った方がいい。開門。釣りの伏せ、実にお見事ですが、島津のみが使える戦法ですね。失敗すれば俺になるはず。山の差は百も承知。負け戦を覆すには博打も必要。そして島津が残ればおとりの命も無駄ではない。命を犠牲にして得る勝利ですか。そうですね、やはり釣りの伏せは野蛮です。なんと素晴らしき戦果よ。苦戦救援行。バカな、遅れを取るだと。
小十円は俺だけではない。皆の諦めない心が戦を覆そうとしている。四天王が首もらおうか。敵に勝った？信じられない。今日は震えておらんのか、ガキ。また俺を叱りに来たんですか。わしの感情すら読めぬようでは常運には一生勝てん。では。よくやった、ガキにしてはな。俺、島津の強さを改めて実感しました。みんな最後まで諦めず戦える。だから強いんだ。はしゃぐなガキ、まだ島津の道半ば。次は九州制覇だぞ。そして相手は常雲と橘だ。常雲、橘の際は俺の10倍以上。でも俺は諦めない。絶対に勝ってみせる。ならばわしも貴様の勝ちにかけてみるか。当たればでかかろうでな。